クマラボチャンネルの主マスタークマです。今回紹介するルアーはこれバグリーのパワー語尾になります。はい、ですね、これもう廃盤になっちゃってるのかな。一時期ね、私これものすごく使ってたワームですね。フィッシュテール系のワームです。で、サイズがね、4インチと5インチ2種類あります。で、今回ね、ここに晒して回してるのは5インチの方になりますけど、個人的にはね、どっちも使えます。サイズ的には4もいいし5もいいです。で、もともとはこのフィッシングテールがあるってことで、これ巻きで使うって形でね、今江さんが霞プロジェクトっていうのが当時あったんですね。で、霞系のプロの方が考案されたワームとかルバーを出してた霞プロジェクトってのがあったんですけど、それの第2弾でされたのがこのパワーゴビーになります。で、巻きで使うっていう方が多かったみたいなんですけど、個人的には巻きよりね、まあ、形見てわかる通りこれ扁平なんですね。少し扁平系のシャットテールワームで、こういうワームっていうのは意外とね少ないです。どちらかというと細いやつ、それとかさ、お魚の形にしたこう、なんて言うんですか、魚の形で、頭から真ん中にラインが来て、真ん中で膨らんで後ろにねシェイプするような、そういうね、魚に近いようなデザインのフィッシュテールとか系のワームとか、あとはねちょっと棒状に近いようなやつは多いんですけど、こういうね平べったい形っていうのは少ないですね。で、真ん中あたりをこの リブですね、刻みを入れることによってちょっとねシルエットをかなり、ぼやかしてるんですね。で、そこのシルエット、あの、リブの前のこの部分ですね。ここの部分、見えますでしょうか、これ。少しね、ヒレのようなスタビライザーみたいなやつがついてるんで、これ、姿勢がすごく、沈み込みの姿勢っていうのが安定はするんですね。先ほど言いました通り、これ、ノーシンカーとか、例えば、軸ヘッドを使って巻くのもいいんですけど、私はテキサスでよく使ってて、これね、ものすごく川で釣れました。で、そうですね。デザインの基本としてはこれ、吉登りを、モチーフにして作ったって言われてますけど、まあ、語尾とかね、そういう、形にも似てもないわけではないですね。で、巻くも OK、止めるも OK ってことでですね、非常に重宝をするワームですね。で、欠点といえば、もう確か廃盤なんで売ってないんですね。ですんで、今はね、今屋さん、今勝ですね、メーカーさん、今井プロのメーカーさんですから、もう、自社でね、ワームとかも出されてますけど、これはまだ、そういう感じじゃなくてね、ワームは、バグリーさんにお任せみたいな時代のワームです。で、私はテキサスで、あまり動かさず、跳ねさせて止める。もう、上に持ち上げるってレベルじゃないですね。跳ねさせて止める。で、ステイさせて、跳ねさせて、またステイ。な感じで、よくね、川で、ゴロタ地帯ですね。そこをね、引っかからせながら、やることで、いい思いをさせてもらいました。で、もちろんね、泳ぐ方でも釣れましたけど、超過のレベルで言えば、もう圧倒的にテキサスの方が釣れたワームです。で、今もね、中古屋さんでたまに見かけますけど、これね、面白いのが平べったいんで、フォールが少し遅いんですね。で、遅くて、真ん中のリブがエア髪をして、さらに水の抵抗もあるんで遅くて、さらに後ろのフィッシュテールが動くっていうね、結構ね、アピール強めだけど沈み込みが遅いっていうね、面白いワームですんで、ほんとね、使わずにいるのはもったいないなと思えるワームですんで、もし見かけたら買ってみてください。もちろんね、もう廃盤になってる裏ですから、人気のあるワームではないんで、お値段もね、お安い値段で置いてあると思いますんで、私の言うことをね、確かめたくなったとか、私の言うことを信じてくれるって方はね、ぜひ一度ね、
見つけましたら使ってみてはどうでしょうか。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。